は、ピクチャレスクです。ご覧いただきまして、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回は読書です。一冊の本を読みました。ご紹介をしたいと思いますね。成熟へのジュエリーという本なんですけど、結構ね、昔に書かれたものではあるんですけれども、別に、時が経ってもですね、結構面白く読めたので、よかったです。で、こちらはですね、特徴、本の全体的特徴、この書き、二人で連名で、協力し合っての本の、を作った感じになってますね。お一方が、三津の桃さんという方で、エッセイスト、ファッション評論とかエッセイストと書くものを書きをされている方ですね。で、もう一人の方は伊藤美咲さんって言って、ジュエリースタイリストなどをされている方でね、二人ともお友達になったのが、そのお仕事を通じてお友達になったというのかとも中にね書いてあるんですね。で、この本がですね、なんか何々はこうであるとかそういうことじゃなくて、自分たちの体験談をね、なんかすごく評論家のエッセイストでもあられるということで、すごくダイナミックな文章が特徴的でですね、物語のストーリーのように、二人の出会いとかお仕事でなんか感動したこととか、こんな素敵な人に出会ったっていうのをピックアップして、何人かのジュエリーをねつけている人の、その人との絡みのエピソードとかね、その人がどんな人だったかとか、そういうことをエピソードとして物語みたいな感じでね書かれているのが、読みやすく面白かったです。なんか他のジュエリーのこれまでのご紹介した中で、これはこういうものであるって、ああいうのもなんか図鑑的な感じでいいんですけど、知識が得られるみたいな感じ、またそれとも別な感じで、とても面白く読めるし、これもこれでね、いいなっていう、種類の違う本を適当に選んだんですけどね、読んでみると、あ、違う種類のジュエリーの、同じジュエリーのこと書いてあっても違う種類の本だなっていうことを思いましたので、これもこれでね、良い私も経験となりました。それでですね、この人たちのこのすごいところっていうのがですね、結局ですね、その昔ですね、ジュエリーって聞くとね、日本ではこの人たちイタリアの経験があるんですよね。お仕事でイタリアに住まわれていて、で、そうしたことで日本人のアクセサリーの付け方と、イタリア人の付け方が根本的に違うんだよっていうことがね、あって、日本はちょっとどっちかというと、そのジュエリーのイメージ、ジュエリーって言っちゃうとすごく重い感じになっちゃって、余計とっつけにくくさしているのがですね、マダムさんたちがいかにもっていう感じで、ガンとなんか成金的な感じのジュエリーの付け方をしていたっていうね、成金マダムみたいな感じなんですけど、なんかそういう感じだった日本のアクセサリーの付け方しかなかった時に、その同じ頃イタリアではですね、ファッションの中にジュエリーをね、見事にね、溶け込ませているっていうんですね。自分のものにするとかよく言うんですけど、ファッションとジュエリーを上手に組み合わせているのが、一人一人、その、みんな、特別な人が、この人がすごくテクニックがあるとか、そういうことじゃなくて、全体的にね、そういう、お国柄みたいな感じになっていて、みんながおしゃれだって、よくイタリア人がおしゃれだとか言われるし、ジュエリー大国とも言われるみたいなんですね。なんか金色のきらびやかなジュエリーのね、イメージがあるんですけれども、なんかそういうね、国民みたいで、自分らしさをね、表現できているっていうんですね。で、結局ですね、この人もね、すごく、わーって思う、共感できるような、今でもこれ、今後のこともすごく大事になることなので、これ昔に書かれた本の割にはですね、すごく、今後のことを言ってるんじゃないっていう、この人たちの気づくのがすごく早くて、早く雑誌にそういう日本、身近に、もっとジュエリーっていうものは身近に身につけるものだっていうことで、自分を表現するものなんだっていうことを、早く、いち早くですね、雑誌の中に取り入れて、雑誌でね、紹介なんかされているみたいなんですね。で、その昔ですね、そのゴールドブームっていう感じだったんですよね。そこへですね、パベ、ダイヤとか今では当たり前に言われるんですけど、これこの人たちの頃に新しく生み出された言葉みたいで、それまでなかった、いわあまりそういうふうにあったけれども、そういう言葉を使われていなかったっていうぐらい、ダイヤモンドなんかも日常的に身につけれるようにっていうことを、すごく雑誌の中で提案していっ
ったっていう功績をね、あのやってるみたいなんですよね。なんか雑誌も何気なく読んでるけど、こういう裏方のこういうスタイリストさんとかそういう人たちがね、すごく工夫してこの雑誌の編集とかね、そことをやられてたみたいなんですよね。でメモリアルなイメージだったと思うんです、昔ダイヤっていうのは。それをよく洋服の日常着にあの付けこなすっていうことにちょっと持ってきたみたいな感じで、よりいろんな人に知れ渡ることになりますもんね。そうすると特別じゃないんだということですね。誰でもつけれて、誰でもっていうことで、でそれでね、自分のスタイルをあの表現していくだよって、そこからなんスタートなみたいな感じですね。自分らしさっていうのがね、何でできているかっていうちょっと曖昧な言い方なんだけど、そういうのがあのこういういくつかこういうのこういうのとこういうのと組み合わせてっていう、いくつかのテイストのミックスなんだっていうことですね。そういうことを言われています。それでこの変わったお仕事なんで、この当時はジュエリーディレクターなんですね。イメージを作る、イメージを売るようなあのね、そういう作り上げる仕事をお手伝いするみたいなですね。イメージってすごくあのね、ポワンとしたものですけどね。でもこういうのすごく大事じゃないかと私も思いますね。こういうのが結局自分らしさとかそういうののスタイルとかいうことのね、表現ですもんね。ということでですね、今回はですね、こういうあの雑誌とかのそういうあのがにパンパン写真が載せられるこの裏でですね、この頃の1990年の周辺に結構あの新しい形をね、実は取り入れた人たちがいたんだってことの話、お話ですね。ちょっとざっくりですけどね、そんな感じで、結局あのジュエリーっていうものもただただ飾るんじゃないという、そのね、さっきの一生ものとかそういうことじゃなくて、その人の内面を語るものだっていうことなんで、結構大事ですよね。そうするとね、このジュエリー一つでその人らしさとかが、言葉云々のその前に、そのそれつけてるとなんかこんな人かなって伝わっていくっていうことっていうのは、その自分もそういうふうに表現するっていうことをちょっと心がけるみたいなことでですね、自分表現になるわけですね。あのコーデするときに姿見をね、見るといいって言いますよね。全体コーデを見るみたいな、あれかなりね、客観的な感じになると思うんですよね。なんかあのね、自分の目から見てこう下とかちょっと袖とかしか映らないけど、姿見だといろんなところ映ってきて、首のとことかですね。でそういうので、あのどんな風に他の人から映っていくのかっていうところからスタートして、その客観的に見る自分っていうのは、そういうとこからのスタートできっかけ作ったらいいかなと私は思ったんですね。はい、ということで今回は一冊の本のご紹介でした。成熟へのジュエリー。はい、ではこれで終わります。ありがとうございました。